何予習って。でも休憩したい。休憩する。え、そういうほい。ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今は、あ、そうそうそう、殺人事件が起こって、殺人というか殺蛇というかが起こって、で、また部屋に戻ってきたんよね。あの大きな蛇は冤罪じゃないのかね。真犯人がいるとしたらミミズかムカデあたりが怪しいわね。でもずっと部屋にいたよね。出て行ったのは本当大きい蛇かハンターなんやけどな。木の扉を開けるにはバール、鉄格子を開けるには最後のバールが必要になるそうよ。 ありがたい情報をちゃんともう一回言ってくれる。ケーキがある、食べますか。回復量イコールレベル数。ほう、何も回復しねえ。リンゴは経験値がプラス100ね。レベル A。んで、スキル割り振り。へへ、犬が邪魔で通れない。この部屋の蛇が殺されたんよね。一体君は誰なんだい。この部屋に宿泊していた蛇が殺されちゃったらしいね。怖いね。なんで他人事なんだ。君従業員だろめちゃくちゃ他人事。大浴場が封鎖されてるから消火品は現場以外で集めるしかないよ。何あれ、なんか横の部屋ロボットみたいなのおらん。何あれ。この旅館ではアウトロー方式を採用しているから他人の部屋のものを勝手に飲み食いするのも自由だよ。アウトロー方式。実際にそんな旅館あったらやだな。メロンソーダ。え、体力結構減ってたのか。青リンゴ、経験値が。あれ、ねえねえ、なんか小蛇出ていっとるけど大丈夫。出ていくんやそしてこれお金やったよね。100ゴールド、結構でかいんじゃない。事件が起きたから温泉が立ち入り禁止だとよ。温泉がなけりゃこんなクソ旅館に勝ちなんてないのにな。何回でもお金は復活するんかな。こいつだよ、これ。え、何あれ、なんか点滅してない。あれ証拠品なんかな。ヘビ撃退マシンだ、戦えますか。ヘビ撃退マシン、戦おう。撃退しました。イエーイ、撃退で、これバールを獲得しました。木の扉を破壊可能。やった。え、なんか手に入れんといかんアイテム、ああいう感じで点滅するんや。めっちゃわかりやすくねなんでこっち封鎖されとんやろ。そしてこれはなんだ、この焦げ跡みたいなの。とりあえず一旦スキル割り振りを。オッケー。進め方が分からなかったらとにかくその辺電話機を利用してね。え、バールを買いたいの。いや、持ってるんすバールは。今なら500ゴールドだよ。いや、いいです。バールプラス 1? なんか個数いるんかな、もしかして。ビジネスの話をしてるから邪魔しないでくれ。何？最後のバールが欲しいだと？ 5000 ゴールドでどうだ？この旅館では非売品だぞ。値切り交渉。知識が10以上。くっ。せっかく隣に大蛇がいなくなったと思ったら、ムカデが居座りやがった。隣のヘビはどこかに連れて行かれたの？え、なんかここだけ扉違うんやけど。え？鍵付き扉がある。バールで解錠できます。え？え、なんかあそこに包丁が落ちとる。何それ何それ。てか、なんでここ扉付け替えたん？せっかくバールゲットしたと思ったのに。包丁だ。これは凶器になるぞ。装備すると攻撃力プラス3。人間専用。人間専用なら、あの蛇には使えないのか。証拠品が見つかりました。
電話か旅館の従業員に相談することでシステム推理パートに突入できます。そうなんや。あとは何もない。でも証拠品って言ってもね、もう人間が犯人で確定。何回でもあそこからバール手に入らんかな。はい、毒リンゴはでも体力は減るけど経験値はゲットできるんか。とりあえず食べます。容疑者が8号室の大きな蛇なのか疑わしいけど、それ以前に被害者が本当に4号室の蛇なのかも疑わしいよ。あ、そういう、もしかしたら、蛇同士でも見分けついてない感じ。隣の部屋の大きな蛇はロビーで取り調べを受けているようだね。なるほど。体力を回復したい。まだなんかどっかケーキとか残っとるとかあったよね。体力回復しよう。ここだ。くっ、他に回復アイテムは、あー、ない、もうない。くそ、回復したいです。ないな。8しかないけど大丈夫そう。大丈夫そう。とりあえずセーブするか。とりあえずセーブして、証拠が見つかったよ。見つかったけどまだやり残したことがある。謎を解けた。皆さんを集めてください。謎解け、ねえ、解けてないけど。とりあえず、でももう他にやることないもんね。解けたってことにしよう。謎は解けた。皆さんを集めてください。ヘビにそんな権限あるのか謎だけど、ロビーにみんなを呼べばいいのね。このままロビーに移動します。推理パート各本番に突入したよ。何が皆さんを集めてくださいだ。推理漫画じゃあるまいし。いるような、こういう勘違いヘビ。いないよ。それに犯人はすでに確定しただろう。無敗の刑事の名推理に素人の蛇ごときがイチャモンつけようってのか。まあ皆さん閉じ込められて退屈していたところでしょう。そんなことで集めないよ。付き合ってやろうじゃない、蛇の探偵ごっこに。ついに推理パート本番が始まりました。本番では選択、待って、 HP8 しかないのよ。選択肢を間違えると容赦なく3ダメージ受けるから注意してね。マジか。まあでも直前にセーブしといてよかった。探偵は最初から推理レベルを20所持しているため、すべてのヒントを無償で利用することが可能です。活用しましょう。どういうこと？何？はあ。すべてのヒントを無償で利用。ほう。事件のおさらいだ。被害者のヘビは温泉から出た後に何者かに殺害された。遺体の損傷具合から見て、一撃死のオーバーキル5。そしてオーバーキル5には攻撃力6以上が必要になる。ここまではいいな。こうやってもうすでにこの意義ありから体力削られる。まあいいや、意義あり。そこに意義があるの？早とちりすぎるのも良くないよ。今度早とちったら怒るからね。うわー、なんかすごい。みんなにめっちゃ怒られる。そして攻撃力6を出せるのはヘビ大型種のみ。つまり反抗可能なのはヘビ大型種だけだ。意義あり。おお、ここから意義が。でも経験値も入るんやね。ついに開幕だよ。その調子だよ。どんどんいぎっていってね。いぎっていってね。そんな言葉初めて聞いた。往生際の悪いヘビめ。反抗可能なのはヘビ大型種だけだった。これに反論するなら理由も言いたまえ。他にも容疑者候補、ヘビ大型種には反抗不可。要はあの凶器から見て、人間しか無理っていう、そういうことを言えばいいのか。ヘビ大型種には反抗不可。いや、無理とは言い切れないよ。攻撃力6の時点で計算上オーバーキル5は可能だよ。あ、削られた。理由が間違っていたようです。3ダメージ受けました。反抗可能なのはヘビ大型種だけだった。他にも容疑者候補がいる。他にも反抗可能な容疑者がいるだって。攻撃力データを見ただろう。
ヘビ大型種以外は攻撃力5以下ばっかり。他にオーバーキル5を叩き出せるものが存在しないではないか。オーバーキル5を弾き出した根拠は凶器の存在。凶器、包丁証拠品として提示しますか。はい。包丁を本当の意味で突きつける子は包丁証拠品として突きつける。別の事件が起ころうとしようんやけど、これは包丁。うちの旅館台所にある備品だよ。誰かが持ち出したんだよ。なんか急にヘビ従業員かっこシェフが現れた。凶器として装備すると攻撃力プラス3の人間専用装備になるよ。そうか、凶器を装備すれば攻撃力6以上、つまりオーバーキル5の可能な候補が増えるよ。だがその凶器、指紋は一切ついてないようだが。そうなの？知らないよそんな情報。指紋がついてないってことはやっぱりヘビが怪しいってことだな。でも人間専用武器やしさ、君じゃね？手袋つけとったよね。指紋ぐらい犯人が拭き取ったんじゃないの？うわ、援護が来た。うお、なんかいろいろと。その拭き取ったような痕跡すらもないのだよ。じゃあ最初から手袋をつけて使ったってことだ。ますますヘビが怪しくなるな。指紋がついてない場合は、違う、ついてない理由はわからない場合は適当で OK。 あ、ここは削られない感じ。体力、手袋をはめていた。温泉でゆすいだ。使用者がヘビだった。手袋をはめていた。そうだよ、手袋をはめればいいだけのことだよ。手袋といえばハンターのお客さんがいつもつけてるわね。くって言ったよ。大丈夫？そんなことより、凶器の持ち主が犯人ってことなら、その凶器がどこに落ちていたかも重要だよな。そこはごまかせるんじゃない？どこに落ちていたか。意義あり。いや、凶器の落ちていた場所も事件の手がかりになる。敵側の意見だからと重要な意見に異議を唱えるなんてとんでもない。おお、異議を間違えたのでダメージを受けそうです。行動を選択して適当に回避できる。ああ、予想通り避けられず3ダメージ。あと1回で。とにかく今重要なのは凶器の落ちていた場所だ。凶器が落ちてた場所を言ってみろ。拾った張本人なら覚えているよな。7号室ハンターの部屋、8号室ヘビ大型種の部屋、大浴場殺害現場。8号室なんだよな。ね、体力、レベルアップしたら体力自動的に回復する仕組みにしてくれませんかね。大体の RPG そんな感じじゃない？8号室とな。8号室といえばヘビ大型種の部屋。なおさら容疑者が怪しくなるではないか。でもね、扉が付け替えられてたんだよな。知らないよそんな包丁、誰かが置いたんだよ。その包丁は台所の備品って話だったな。体型的に食い意地張ってそうだから台所に出入りしてたんだろう。そして台所に侵入したところを被害者のヘビに目撃され、口封じに人差しといったところか。口封じに人差し、意義あり。ヘビ大型種の部屋から包丁が出てきたというのにまだかばう気かね。だったら容疑者が包丁を使用してない証拠、根拠を示したまえ。凶器を使用できないから。凶器を使用できないだと？理由を言え。ヘビだから無理。腕力不足で装備不可？ヘビだから無理よね。ヘビだから無理？そうか、この凶器は人間専用装備だったはず。よし、体力が欲しいです。装備できないのに8号室のヘビの部屋にあったってことは、ピザを切る用に持ってきた。包丁コレクターだった。真犯人が罪をかぶせるために置いた。ですよね。そうだよ、真犯人がヘビに罪を着せるために凶器を置きに行ったに違いないよ。自分で装備できない包丁を自分の部屋に置く意味がないからね。いや、発想を逆転したまえ。何かと逆転したがる。そのヘビが人間に罪を着せるために人間専用装備を持ち出したとも考えられる。ああ、まあ実際に使ってないやつやけどってこと？え、てか血痕は出てないの？包丁から。その通りだ。包丁を置いたのは他者ではなく本人。他者が置いたというのならその部屋のヘビに目撃されてしまうからな。8号室のヘビは不在だ。あの大きいヘビが温泉に向かった後ハンターがおらんくなったのは8号室に向かったけんってこと？そうだよ、
容疑者として取り調べを受けてたから8号室は不在だったんだよ。あ、その間そのタイミングで誰もいない部屋なら誰でも包丁を置きに行けるよ。いや、それも逆だ。8号室には誰も凶器を置きに行けないのだよ。扉が変わっとったけんってこと？そうよ、8号室が空き室の間は防犯のため木の扉に鍵をかけておいたのよ。あ、そういうこと、そういう理由やったん、あれ。つまり8号室は密室、包丁を置きに行くなど不可能。いや、8号室に侵入できた者が1人だけいる。誰なのよ。もちろん最初に包丁の話を持ち出した張本人、私？そこの探偵気取りの蛇だけだ。また蛇に罪をなすりつける。現に8号室に侵入したのは包丁を見つけた張本人の蛇しかいないだろう。でもさ、防犯のために8号室に鍵をかけたスタッフも鍵かける前に行けたんじゃない？俺も目撃したね。隣の8号室でそこの蛇が包丁を持っているのをな。壁越しなのに見えたの？どういう状況？その包丁はもともと落ちていたもの。そうだよ、もともと落ちていた包丁を蛇探偵が発見したって話だよ。もともと落ちていたならもともと8号室のデブヘビの私物ってことだ。これは隣に7号室から見ていたが、隣の8号室に侵入したのはそこのヘビだけだ。隣の7号室から見れるような状態なの？何？実際もこういう感じで見えてるの？上からみたいな図で。意義あり。自分は8号室に侵入していない。7号室から8号室が見えるのはおかしい。やっぱりそうよね。ゲーム上そういう感じなんかと思ったけど。そうだよ、さっきから8号室の状況に詳しいけど、エスパーでもないのに7号室から8号室を投資してるような発言ばかりだよ。おっと、言い忘れていたが、7号室と8号室の壁には穴が開いてんだわ。最悪。そういえば壁が脆くなってるのよね。その壁の穴から8号室の上級が筒抜けってわけだ。いかにも。それでさ、なんか罪をなすりつけるために8号室見えたんじゃない、最初からね。そしてその蛇探偵以外は誰も8号室に侵入してないってこともな。その証言が嘘の可能性もあるよ。嘘ではない、証人もいるんだよ。ムカデ？7号室にはずっとムカデが居座ったからな。あ、俺が証人だ。ハンターの証言通り、その蛇以外は誰も8号室に侵入していないようだな。なんでムカデがハンターの部屋にいたのよ。ビジネスの話をしてただけだ。ビジネスの話ってアリバイ証人になるとかいうビジネスじゃないでしょうね。まあ、確かに商売、あれの商売とは限らんよね、バールの。ムカデは最後のバールビジネスをしてたそうよ。お金を持ってそうな客を見つけてはバールを売りさばいていたとか。証人かと思ったらただの商人だったとかいうオチだな。オチっていうか、まあ前から商人って言ってましたけどね。ちなみにバールは買ってないぞ。クソ高かったからな。5000ゴールド。つまりムカデを買収したわけでもなさそうだね。議論が煮詰まったところであなたのターンになりました。何予習って。でも休憩したい。休憩する。そういう、その辺の床に寝転がって HP が5回復しました。議論の途中で急激にその辺の床に寝転がった、どういう状況？休憩が終わったら狂気の議論から再開だ。話をまとめると、包丁を置いた犯人は8号室に入ったヘビ探偵、もしくはもともと8号室の容疑者が置いたもの。どちらにせよヘビによる偽装工作ってことだ。意義あり。やけくそでイギイギ騒ぎやがって。それなら言ってみろ、他に誰が8号室に包丁を置いたのか。名指しで返答。穴っていうのは包丁が通るぐらいの穴ではないのか。名指しで返答。考察する、思い出す。でも今さ、これ使えるんよね、現代推理レベル。てか、なんかレベルアップいろいろしていきよるけどさ、なんかスキル割り振ったらレベル0に戻るんやけど、あれはどういう仕組み？いまいちレベルの仕組みがわからないんだか私。でも一応推理レベル20あるんよね。待って、考察する、思い出す。でも多分これレベルが高い方が
なんていうん、いいやつってこと、いいやつ思い出してみようか。過去の発言、7号室と8号室の壁には穴が開いてる。その壁の穴から8号室の上級が筒抜け、そしてそのヘビ探偵以外誰も8号室に侵入してない。じゃあ考察、思い出すはもうさっき見たことそのまんまやったね。ハンターは過去の証言で墓穴を掘っているようだ。やっぱあの穴が関係あるんやな。その穴をついてやればここから逆転も可能なはず。ってことはやっぱハンターだ、犯人は。誰が8号室に包丁を置いたというのだね。ハンターだな。俺の部屋にはムカデが居座ってたから、8号室まで凶器を運びに行くなら不可能だ。ムカデが瞬きしている隙に8号室にどんな一瞬瞬間移動かなんか。ムカデを買収してアリバイ工作、部屋を出ずに凶器を8号室に置いた。やっぱそれぐらいでかい穴ってことか。部屋を出ずに凶器を置いただ、どんなイリュージョンだよ。滑車を使ったトリック、屋根裏部屋を使う、壁を使う、壁だな。壁、そうだよ、壁に穴が開いてるとか言ってたね。そうね、向こう側に誰がいるか分かるほどの穴ならそこから凶器を捨てることも可能なはず。確かにハンターがおったとこのすぐ裏、いやハンターは椅子におったんかな分からん。この封鎖されたり館内で凶器の処分するには最適で合理的な手段だよ。8号室のヘビの容疑をさらに深めることもできるし。ぐぬぬぬ、もう認めるしかないようだね。お、なんか一気にみんなが味方に。分かった、認めよう。包丁を8号室に投げ入れたのはこの俺だ。解決だよ、これで容疑が晴れるよ。でもあれじゃない、凶器を置いたのは自分やけど殺したのは違うみたいな。いいや、そのハンターが認めたのは8号室に包丁を置いた件だけだ。そこ、お前が味方するんかい。そうだ、ヘビを殺したのは俺じゃない。そんなの今更だよ、おかしいよ。自分の部屋に凶器が置かれていたから、なんか濡れ衣を着させられるんじゃないかと思ってみたいな感じ。犯人でもないのになんで包丁を8号室に捨てるのよ。8号室の容疑者のヘビをさっさと捕まえてもらうためだろう。証拠品捏造。穴の開いた部屋の隣にヘビがいるなんて目障りだろうしな。覗くなよ。そうだ、その通りだ。これじゃあ逆誘導尋問だよ。ダメだよそんな証言。そうだよ、犯人はハンターで決まりだよ。もう完全に決着はついたよ。決着はついたようですが発言を選択してね。決着はついたの？全然なんか、いや違いますけどってなっとるけど、まだ終わりじゃない。決着はついてるのにまだ続ける気なのかい？今どこに決着がついてんだ？え、結局あの大型種のヘビっていうことになっとるん？そうか、犯人はヘビをオーバーキルで殺害している。だからこの犯人をオーバーキルで問い詰める気なんだ。ヘビの生殺しを通り越してヘビのオーバーキルね。この展開は熱い。長かったこの戦いもついに最終工程です。最後は多数の容疑者の中から候補をハンター1人に絞り込みます。それには2つの証拠が必要になります。2つの証拠ってなんだ。包丁以外に何があるの？わからん、ちょっと待って、もっと深く思い出すっていうのは多分さらに前の発言を掘り起こしてくるってことよね。まあ、とりあえず被害者のヘビは温泉に入った後殺害された。遺体の損傷具合からオーバーキル5で、人間過去ハンターは攻撃力7。人間ハンター、え、オーバーキル5って余裕でいかん？え、なんか前より攻撃力上がってる？え、気のせい？こんな状態やったっけ？ん？音声には微量の HP 回復効果があるから順番待ちになる。今の発言が重要なところ？待って、逆転の発想。オーバーキル5の計算式、1-6イコールオーバー5の計算式は被害者の残り HP が1だったこと前提での話に過ぎない。まあね、1じゃなかった可能性もある。
そんな瀕死状態じゃないやろうし、発想を逆転して被害者の残り HP が1ではなかったことさえ立証できれば、容疑者をハンター1人に絞り込めそうだ。ふん。どうやって？部屋に何かあったっけ他に。証拠を2つ提示。殺害されたのはヘビ。4号室に宿泊していたヘビの模様。ほう。待って、この中で容疑者をハンターだけに絞り込む重要な証拠になるのは、被害者は温泉入浴後。そっか、温泉入浴後に殺害されてるけん、なんか微量な回復効果があるって言ったよね。ってことは1の状態で入ったとしたら2とかになっとった可能性はあるってことや。何この緊急用アイテムくじって。1時間に1回広告を視聴してもらなくポーションが当たる。くじが引ける。 5% の確率でエリクサーが当たります。何そのなんかファイナルファンタジーみたいな。被害者は一撃で死亡。オーバーキル5。7号室と8号室の壁に穴。ヘビボール。何これ。監禁用の救済アイテム。積んだ場合に売って現金にするよ。現バージョン監禁負荷。負荷なんかーい。待って、とりあえずまあこれだな。温泉入浴後。殺害現場は温泉。それが関係あるのかな。犯人がハンターだったことを示すもう一つの証拠。旅館に捜査令状。国から発令された正式な捕捉令状。この旅館の凶悪犯を捕まえるべく警察が出動。てか、もともと何の凶悪犯やったんやろね。てか、なんか証言増えた。入浴制限、ヘビ同時2匹まで。で、温泉の入浴人数制限は人間が1人まで、ヘビが2匹まで。温泉に解毒作用。温泉には解毒作用がある。解毒作用まであったんか。あとは、包丁を8号室に落ちていた凶器、装備すると攻撃力プラス3、人間専用装備。やっぱそこなんじゃない。温泉入浴は3分まで。旅館の利用規約、時間制限が不自然に短い。温泉に HP 回復効果、温泉には微量の HP 回復効果がある。やっぱこの、包丁過去人間専用装備っていうとこやない？違うん、関係ない証拠、マジで。あと2回までしか無理やな。待って、どこだ。入浴制限、ヘビ同時2匹まで、人間1人まで。やっぱ増えたやつが重要ってこと。温泉には解毒作用。被害者は一撃で死亡。温泉入浴は3分まで。温泉に HP 回復効果。殺害されたのはこれかな。お、なんか経験値がめっちゃ。温泉の回復効果。そうか、温泉には微量の HP 回復効果があることが重要だったんだ。今までは被害者の HP が1であること前提で、1-6イコールオーバー5の計算をしていたけど、 HP1 って数値が間違いだったんだよ。そうだね、被害者は回復効果のある温泉から出た後殺害されたってことは、残り HP が1だけなんてことは理論上ないはずだよ。死んだ状態からとかになるよね。被害者の HP は少なくとも2以上あった。つまり攻撃力6でもオーバーキル5には届かない。オーバーキル5に必要な本当の攻撃力は、ってことは7以上。そうだよ、7以上が条件になるよ。7以上ってことになると、オーバーキル5で殺害できるのはハンターだけ。これは決定的ね。そのハンターが真犯人なのは確実よ。もうハンターしかおらんよね。たかがそんな数値だけで真偽を証明するのは浅はかではないかね。最初に数値出してきたのそっちじゃない。自分で言ったことでしょ、数字は嘘つかないって。黙っちゃったよ。もう言い逃れできないからね。なんとか言ったらどうなんだい。ガタガタうるせえな。ヘビ一匹殺した程度で騒ぎ立てやがって。開き直ったよこいつ。ハンターが獲物をハンとして何が悪い。それが仕事だろうが。ここは旅館だよ、そんなことする場所じゃないでしょうが。それにハンターでも駆除していいのは有害な動物だけのはずだよ。俺にとっては有害なんだよ、ヘビは目障りだからな。
駆除した理由も身勝手すぎるよ。どうあれ虐待は罪だ、逮捕する。おお、逮捕に。あんたもだよ、何が無敗の刑事だ。蛇ごときに推理で負けおっていい笑いもんだな。蛇ごときだからだよ。蛇ごときに推理で本気になる刑事なんていい笑いもんだろう。へえ、本気になれよ。犯人もひどけりゃ刑事側もこれだもん。蛇の扱いほんとひどいね。実際蛇の命は軽いのだからな。殺したところで大した罪にはなるまい。いいや、あんたは重大な罪を犯したわ。そうだよ、もっと言ってやってよ。蛇一匹分の宿泊料が台無しじゃないのさ。これは窃盗罪と同じだよ。蛇の命は宿泊料以下かーい。とにかく真犯人が分かったからにはこんな旅館をおさらばだ。おいハンター、さっさと裏口の扉を開けろや。自分で閉めてここにいたってことか。なんで逃げんかったんやろ。ちほらよ。ほらよじゃねえわ、奥の2つの扉まだよ。奥の2つは俺じゃねえよ。え、違う人。